奈良女子大学附属中等教育学校。奈良女子大学附属中等教育学校。奈良女子大学附属中等教育学校。奈良ウーマンユニバーシティ接近デリースクールは、奈良県奈良市東区、寺町一丁目にある、国立中等教育校。奈良女子大学の附属学校であるが、同校は、男女教学である。校風は、自由、自主、自立で、その精神は、 戦前からあるが学校として制定しているものではない。創立記念日は5月1日。ただし、実際はゴールデンウィークの関係で5月2日が休みとなる。しかし、連休が重なる2005年は日曜日である。本来の5月1日を創立記念日として、振り替休日は行われなかった。これは、授業時間を減らしたくない学校側の都合と思われる。 受験返上の風潮に逆らい、以前は卒業生の進学、就職先のみの統計を公開し、他校のように合格者数を発表することはなかった。しかし近年は合格者数の統計を公開している。独自のカリキュラムを組んでいる。また、様々な教育についての取り組みがある。これらには、大学や他の学校と協力して行われるものもある。2001年に、 完成、2002年4月より使用を開始した、総合教育旨、通称新館では、コンピューター、情報、国際などの様々な機器や資料が備えられている。多目的ライブラリーや生教食堂、勾配、多目的ホール、ゼミ室、マルチメディア語学教室などがある。近くに、奈良公園があるため、以前は時折校内に鹿が迷い込むことがあった。しかし、 子供を標的とした犯罪を防ぐため門の閉じまりや柵の補修が徹底された結果、近年そのような迷い込みは稀なものとなっている。正門付近には鹿が入るので門を閉めるように促す胸の看板がある。2016年夏には全普通教室と特殊教室の黒板を撤廃し、ホワイトボードとプロジェクターが導入された。近年建物。 比較的最近建設された新館を除くの老朽化が進んでいることが問題となっており、天井や壁など生活における安全性の観点から危険と思われる箇所が複数ある。グラウンドの北と西側に設置されたフェンスは定期的に改修が行われている。新館南側に設営されたテニスコートは現在改修工事を行っている。2017年2月25日。 現在、その興風もあり、生徒の運動が盛んであった。70年安保などの学生運動が盛り上がりを見せた時は、大学での運動が付属にも伝播し、安保に反対するグループが学校を占拠し、学園祭が延期になったこともある。学生運動が収まった後も、制服問題、頭髪問題、上履き問題に対する運動が起こる。現在、制服は廃止されて、 私服となり、頭髪問題も2003年、激論の末に、後期過程のみ、頭髪の染色、脱色、パーマネントを認めるという決議が、生徒大会でなされ、2004年に認められた。またつい最近議論されていた上履き問題については、生徒大会で議決され、一度は現在使用している、スリッパで保留という結果になった。しかし、スリッパの細長い形状が正常な発育に、 差し触るという見解が出たことから、2006年度の入学生より順次変更されている。前身は奈良県立奈良高等女学校であるが、その後奈良女子高等師範、学校付属高等女学校に改組され、学生改革に至った。設立当初は、両妻憲母の育成を目指していたが、大正デモクラシーの影響で、木下武次らが自由で、 民主主義的な教育を展開した。戦後の1947年、学生改革で新生の付属中学校が発足し、男女教学となった。翌1948年に付属高等学校が発足して1950年に高等学校も男女教学となり、1952年には奈良女子大学文学部付属高等学、中学校となった。 1958年に現在地である、旧新中軍キャンプ地、前は、第16師団不評を第38連帯駐屯地に移転。1973年の入学者より、中高一貫教育に移行した。2000年には、中東教育学校に改組され、奈良女子大学文学部附属中東教育学校となり、2004年から、国立大学法人奈良女子、 大学附属中等教育学校となった。1950年代から1970年代前半にかけては県和一の進学校と呼ばれるようになり、県内だけではなく、大阪府や京都府からの入学希望者も多かった。中には、兵庫県から通った生徒もいた。当時、中学校から高等学校へ全員が自動的に進学できたわけではなく、 入学試験が行われていた。高等学校から付属に入る生徒には、隠れて下宿する者も,もいたほどである。1973年に中高一貫校となり、有名校への進学率は低下した。そして、独自のカリキュラムを作り現在の取り組みにつながる。その頃から、フィールドワークや生徒による話し合いや実験が充実していい。効果は戦前からあるが、 最近は全く歌われず、効果に変わるものとして、戦後、学友の歌が三つ作られた。現在は、学友の友、さん、が入学式、卒業式などで歌われている。作詞は、竹部敏夫、作曲は、前田拓夫。過去には、入学式の前には一番のみ録音されたカセットテープが、入学予定者に貸し出されていたが、現在はインターネットが十分に普及したため、 学校のホームページから聞くことになっている。また、入学式、卒業式の時には出席する生徒に歌詞カードが配られる。なお、その効果は、学校の新館の1階の入ってすぐ右手の壁の写真の中にある。その他、一泊行事、1年や、全校レクリエーション、遠足、各学年、スキー合宿、3年、修学旅行、5年などにおいても、 生徒の自主的な計画、行動が尊ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。